おはようございます。西条ゆきえです、えー。前回は、えー、運勢の話を始めてみたらとても楽しかったので、今日はあの占いのね話をしていってみようかなと思います。よろしくお願いします。えー、あ、気にいらしてる方がいらっしゃって驚きです。朝も早くにありがとうございます。おはようございます。おはようございます。 えー、今日からですねあのスーパー手相術つみれ堂の占い師手相家であります西城幸恵の,、うん、あの手相はねあのラジオでは見,れ見て,あの見て見せお見せすることができないのでそれ以外の部分のお話っていうのをこちらでさせていただこうかなと考えました。 でえー、どのような話かなと思った時にまず占いの、まあ、なんで占いするかっていうと機嫌よく行きたいからかなっていう風に思いましてみんなそうじゃないかなってラッキーフードとかいい方位とかいい名前とか皆さん聞きに来るのって機嫌よくこの人生全うしたいからだよなっていうのがうん根っこにあるんだろうなっていうのを私思ってるしあの私もともと占いが好きで占い師になった口なんですね。なのでその気持ちめっちゃ分かるんですよ。機嫌よくいきたい 嫌な気分したくないっていうのがベス、あのベースですよね。で、自分が占い師として10年、まあ、勉強させてもらいながら。あの進んできたんですけれども、その中で、あの。簡単なおしゃべりで、お伝えできるエッセンスみたいなもの、ここでお伝えしていけたら、いいんじゃないかなと考えました。はい。じゃあですね。あの。占いの。占い師の視点から運、う開運をしていく、運気をどんどん上げていくって、どんな感じなのみたいな。 話にせ早速入っていこうと思うんですけどもあのそうだな結論から言うとどどんどん新陳代謝していこうぜみたいいなな話なんですね新しいものを、うん、どんどん取り入れてあの新しいんやろな例えば食べ物だったりとかコンビニの最新のお菓子とか最新のヘアスタイルとか、うん、新しいメイクとか。 ユーチューバーさん VTuber さん今やった TikTok とか新しい文化ですよねそういうのをどんどん取り入れていくっていうのがその人の社会のののとと個人の気っていうのを合わせるることになるんですよね、えー、と私は占いをざっくり3種類扱うんですけども気学風水と気学風水1個ですねと,、えー、とタロットカードそして専門の手相ですね。 手相すすごいんですよあの。完全な個人運勢学なのでその人のことを見たかったらその人の手相をちゃんと見りゃその人がいくつでどうなるかってことがざっと読めるんですね。20何歳ですね30何歳。50歳にちょっとこう体崩すかもしれないけどもあの体を生活レベルだったりあのライフしたら変わることはないだろうみたいなこととかが。 言えたりすすするんんででけれどもあのだから手相大好きなんですよ私あの占いが好きで占い師になった口なんであの個人の話をガチッとしたいみたいなのがであ,のあったので手相占い大好きであのどうしても自分出た,出たがりでしゃしゃってる人なので「あのすごい」って言われるのが嬉しくってそれでどんどん勉強してあの占い師であの食ってる状態っていうのになっちゃったタイプの人なので一番手相が「すごい」って言われやすいんですよね。 でまああの手相はその人のまあ根な個人運勢学ですね個人の運勢学でここでお話ししていくのは社会運勢学ですね周りどうなんってやつで私たちは一人で生きてるわけではないので周りの状況と調和してなかったらやっぱりこううまいこといかんわけです。で 気学とか風水とかって液とかいろんな名前があるんですけども、まあ、ここではざっくり気学風水だったり急性気学風水だったりというネーミングで呼称します呼ぶことにしますが「あの気」って言葉がついてるでしょ。で気学ってね。 であの前回のやつで,あのやつですね旧世紀学別運勢のお知らせみたいな「一泊水星はこうですよ時刻同星はこうですよ」すよっていうふうな毎月の運勢のお話っていうのをするんですけれどさせてもらってるんですけれども結局その人間を9種類に分けるんです、ね、うんほんと万物を9種類に分けてるんですけどもでそれが人に分けると一泊水星時刻同星旧歯火星の人三匹木星の人四六木星の人っていう1から9までの数字を当てはめて。 でそこに5行ですね、木下土ス水っていうんですけれどもそこも当てはめてそこの、えー、と生まれた年と生まれた月の 2, 2パターンの柱ですねで、えー、分けてその人の広がりを見るそしてその人と,、えー、とその時期の調和を見るっていうことが、まあ、気学に当たります。でそこでの調和を良くするためにこういうの食べたらどうやとか何時にこういうことしたらどうやみたいなことを導くわけですね。 なのであのまあ話戻すけれどもあの今生きてる私たちが占い師にかからずに運気を良くしようと思うと新しいいものの取り入れるっていうのは一番早いんですよなぜならその一番あのこの世の生き人間たちがさ一生懸命あの学歴今まで勉強してきたこととか人脈とか最先端のデザイナーさんとか最先端の広告アドバイザーとかに何百万もお金払ってさ これを売りたいって画策して、米出したものが一番最新のものなので、エネルギーは高いんですよ。えー、清濁関わらずですね。それがええもんか悪いもんかは別としてえもんとかあるもんとか線引き本匹ほないんですけども。あのそれを自分に取り入れて、自分がどういう風に感じるかっていう反応を見ていく見続けるっていうのが自分の運気を良くするのに一番手っ取り早いんじゃないか。っていうのが、まあ私の勝手な意見なんですけれども。あの？ その意見の根っこっていうのがお釈迦様の教えで五運色宗教五運色縁宗式っていうのがあるんですよ。ごめん一回改めちゃったからもう一回言いますね。お釈迦様の教えで五運色縁宗教式っていうのがあるんです。で、あの人間の人生の出来上がり方っていうのがもう決まっとるなみたいな話なんですよ。で、はめが色ですね。起こる。 こここですこれがどどんんん新人退社してていいここううぜっていうような話でですすわねあのまず物事が起こるんですよ今回やった新しいものを取り入れるって話この世で巡ってる新しいものを取り入れようぜみたいなだから今やった「フワちゃん」とか流行ってるじゃないですか「おはピぴよ!」言ってるじゃないですか。あれは嫌やなって思う感じる人もいてあるかもしれへんけどもあれが流行ってるっていうのはあれなりのその流行るなりの理由だったりエネルギーがあるわけですよね。その起こりを 受け取るで次ですね「十」ですね「十えー、思考が湧くわけですで感情その人の気持ち感情ですよねでその人の中の引きずってる思い込みですよね「おはぴよ」ってなんやねんみたいな「おはようございますやろ」って腹が立つ人もいてるかもしれないしいやめっちゃ元気出るやん「おはぴよー」っていう人もいてはるかもしれへんやその自分がどのような反応をするのかっていうのが十ですね四季十。 でそれによって行行行動動が決ままるんででです、ね、次行動ですすすよかりね次だからもうフワちゃんなんか嫌やわっていうかもしれへんしフワちゃんめっちゃ面白いよねっていうその言葉を出した時点でその人も行動してる、まあ、行動しないっていう行動ももちろんあるんですけれどもあのそれによってあの運の良さ悪さって始まっていくんですよね。そこのの社会の流れに 反するのかうのか、か、そうでその考えがどのように反自分の考えや意思や美学がどのように反応したのかっていうここの何て言ったらいいのかなあのその人の反応ですよね。でその人の行動っていうものが結果につながっていくわけでね最後の「式ですね「式、授、業行っていう段階4段階があるんですけども。 結果がついてくるそうするとほら「フワちゃんいいよね」って言ったら「フワちゃん好きの友達」がまた出てくるやろうし「フワちゃんちょっと嫌よね」って言ったら「そうよね」ってあんな流行ってるけどちょっとバカみたいで嫌よねとかさいう人がやっぱり意見としてひっついてくるので結果がががが積み上上って人生が出来上がるわけでですねでそういうこうその時その時に見合った流れに自分が反応して「あ自分はこういう反応するんだな」って見つめるだけでも。 あの成長しのいって一時さ昔レコーディングダイエットって流行ったのご存知じゃないですかね食べたものをノートにつけていけばどんどん痩せるぞみたいなあのやり方が流行ったんですけども結局自分がこの生きててどのようなものを取り入れてどのように反応しているのかってことを自分で見つめるだけでも 成長って人はするようになってるんですよ。で、ほらレコーディングダイエトしたい人って痩せたいっていう意志がそもそもあるからさ、あこれでは痩せんなとかあだから太ってんやとかまあまあ食ってるなとかそういうことをこうあのや見ることによってまたあれですね重ですよね刺激起こすことによって感情とい